未だドロップボックスの動機が終わっていません。昨日残り4万4000ぐらいかなっていう感じだったんですけど、えー、1日経った今、あと4万4000です。全然減らない。数字増えたりするのよ。少し減ったと思ったらまた増えてさ。これもう一生終わらないんじゃないかなってちょっとそんな気がしてきましたね。 何かのファイルが多分引っかかってるんだろうと思うんだけど、その、どのファイルが引っかかってるかとかがわからなくて、ね、エラーとかが出ればいいんだけど、なんも出ない